こんにちは、レトスノーです。今日は試験日ですね。まず深呼吸をしましょう。緊張していると思います。不安とプレッシャーで押しつぶされそうになっていると思いますんで、まずは深呼吸をしましょう。そして会場に着いたら、まずお手洗い済ませておいた方がいいと思います。おそらく並んでいると思うんですよ、お手洗い。並んでいると思いますんで、早めにお手洗いは済ませておきましょう。まあ私自身ですね、まあ本試験の時、2回から3回を毎回お手洗い行くんですよ。緊張しちゃうとすぐお手洗い近くなってしまって、行ったんだけども、また行きたくなっちゃうみたいな感じなんですね。なので、まあ1時間前ぐらいに着いて、すぐに行って、30分前ぐらいにまた行って、で、試験が始まる直前、また15分前ぐらいかな、ぐらいにまた行って、という感じで、まあ2回とか3回とか、私行ってます。まあ私みたいに何回も行く人ってあんまいないとは思うんですけども、早めにお手洗いは済ませておいていただければと思います。で、試験会場では、まあ多くの方が、まあ勉強してると思うんですよ。で、まあそれに合わせて勉強するのもいいですし、まあ私はあまり勉強せずに音楽を聴いたりして、まあできるだけリラックスをしている感じです。まあそれも別に過ごし方、どんな感じでもいいので、まああまり周りにとらわれず、周りは周り、自分は自分、みたいな感じで過ごしていただければと思います。で、試験が始まって、わからない問題、絶対に出てきます。まあそういった時に、まあそこでたくさん時間を使うっていうのは、まあ避けた方がいいです。もうわからない問題が出てきたらもう仕方がないと思って、まあ飛ばしてしまう。で、むしろここでわからない問題、時間をかけたらこれ落ちてしまうぞと。周りの人はわからない問題、おそらく止まってるだろうな。でも、ここで止まってしまったら落ちるんだよな。だから、自分は勇気を持って飛ばそう。みたいな感じで、とりあえず最後まで一通り終わらせましょう。で、その後、もう一回見直しをするといった流れがいいと思います。また、自己採点が後でできるように、自分自身がどの選択肢にマークをしたのか、というところをちゃんとわかるようにしておきましょう。まあ、問題文の隣に大きく丸をするとか、問題文のところに、2とか3とか選択肢の番号を書いておくとかしていただければと思います。また試験中でも焦ったりすることあるんですよね。なので焦った時には深呼吸をして落ち着きましょう。深呼吸すると1秒2秒、損するかもしれないですけども、それで落ち着きを取り戻した方がいいと思いますんで、ぜひ焦った時も深呼吸をして取り戻していただければと思います。これまで勉強してきた自分を信じて頑張っていただければと思います。あなたが合格すること応援しております。今年の合格目指して頑張っていきましょう。それでは10月16日の3問に入っていきます。区分所有法のまず問題です。集会は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは招集の手続きを経ないで開くことができる、丸か×かという問題ですね。考えたい方は一度動画をストップしていただいて、この動画の下の概要欄の方からこの問題をご確認ください。で、答えは×です。で、どこが×かっていうと、この各4分の3以上の多数の同意ですね。この部分が誤りです。正しくは全員の同意ですね。全員の同意。集会の招集手続きを省略するには区分所有者全員の同意が必要になってきます。したがって誤り、罰となります。そもそも集会ってどんなものか知っていますでしょうか。マンションの所有者であれば知っていると思うんですけども、マンションの所有者じゃないと知らない方もいると思いますので、簡単に説明します。集会っていうのは分譲マンションで建物及び敷地の管理に関する事柄を決定するために少なくとも年に1回以上開催される集まりのことなんですね。つまりマンションについて何かを決めるために所有者が集まるのが集会だということです。で、続いて問いに重要事項説明ですね。建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明した時でも、媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に重要事項として説明しなければならない、丸か×かという問題ですね。これ問題を簡単に言えば、貸主が借主に対して書面で定期建物賃貸借である旨を説明したと。そんな場合でも、媒介業者っていうのは定期建物賃貸借である旨を借主に重要事項として説明しなければならない、丸か×かということですね。
つまり借り主が説明したとしても媒介業者も合わせて説明しなければいけない丸か×かという問題です。で、答えは丸です。定期建物賃貸借である旨は重要事項として借り主に説明しなければなりません。たとえ貸主が説明したとしても重要事項説明は媒介業者の責務、義務になってますので、ちゃんと定期建物賃貸借である旨を借り主に説明しなければいけないということですね。ちなみになんですけども、定期建物賃貸借っていうのは更新がない賃貸借契約です。契約期間が終わって更新しようと思っても更新できないので、借り主にとっては重要なことですよね。なので重要事項として説明が必要だということです。まあ、これはですね、定期建物賃貸借が更新がないということがちゃんと頭に入っていたら、またそれがイメージできていれば答えは導けると思います。重要なことなんで重要事項として説明しなさいよってことですね。まあ、このように関連付けをしながら覚えていくと効率的に頭に入っていくので、関連付けをしながら覚えていきましょう。で、3番開発許可ですね。市街化区域のすでに造成された土地について2500平米の共同住宅を建設する場合、当該宅地の区画形質の変更を行わない場合も開発許可が必要である、丸か×かという問題ですね。で、この問題、答えはどうかというと×です。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、開発行為って何なのかっていうと、建物の建築だったり特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更なんですね。つまり開発行為っていうのは土地の区画形質の変更、土地の形を変えるってことです。イメージとしては土を取ったり土を入れたりする行為ってことです。ブルドーザーを入れて土地の土を掘り返してこう捨てたりとかですね、また土を入れたりすると、まあ、そういった行為です。で、今回の問題で言うと土地の区画形質の変更は行っていないですよね。区画形質の変更を行わないってこう書いてあります。したがって開発行為を行っていないんですよ。で、開発行為を行っていないってことは開発許可は不要になってくるんですね。したがって誤りだということです。で、開発許可の要否を問う問題っていうのは昨日の動画とかでもお伝えしたんですが、考え方の流れが非常に重要なんですね。で、まあ、今回無料なので細かい部分まではお伝えできないんですけども、まあ、何が重要で何が重要でないかっていうところをちゃんと捉えていくことが宅建合格の近道になるんですよ。で、今回のこの開発許可の要否を問う問題っていうのは、この考え方の流れ、これが重要な内容なんですね。一つ一つの問題の解説が重要というよりも、この開発許可の要否を問う問題が出た時の答えの導き方、まあ、これが考え方の流れなんですけども、それが重要なんですよ。こういう部分をちゃんと見つけて、あ、これを頭に入れていき、またそれを使って答えを導く。これをやっていくと点数って上がってくるんですね。で、なぜかというと、それを頭に入れることによって開発許可の要否っていうのはこれでも1点ゲットできるんですよ、出題されたら。確実に点数を取れる部分を増やしていくというのが宅建合格の近道になってきますので、今言ったようなこの理解学習ですね、これをちゃんとやっていきましょう。個別指導では考え方の流れまでお伝えしていきます。単に覚えるだけの勉強っていうのは今日までにして、理解学習をぜひ実践していってください。そうしないとどれだけ勉強しても合格するのは難しいですし、もう勉強が辛くなってくるんですね。なので理解学習ぜひですね、実践していただければと思います。で、最後なんですけども、チャンネル登録まだしていない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタン、押していただいて、ぜひチャンネル登録してください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。今日の試験頑張ってきてください。応援しています。レトスの小野でした。